はいどうも、タンタンです。本日は古林のウクレレをご紹介いたします。はい、こちらはビルダーの古林さんがお一人で手掛けられている作品でございます。モデル名が NC04UK というモデル名でして、ボディのトップにはスプルース、これ非常に細かい、見えますかね、木目が入っていまして、とても美しい、とても美しい木目ですね。はい、そしてサイドとバックにはハカランダが使用されている大変貴重な一本でございます。反射で見づらいかと思うのですが、こんな感じで独特な木目が出ています。はい、で非常に装飾も美しくてですね、なんといっても目を引くのはこのロゼッタサンドホール周りの装飾、木造眼ですね。はい、これ花柄が施されています。非常に細かくて美しい繊細な木造眼ですよね。そして指板状にハイビスカスの花の陰影が施されています。はい、そしてボディトリム、細かいパターンがこうずっと入れられております。さらにバインディングですね、ボディ外周にはメイプルですねがトップとバック両方施されていて、ネックにもメイプルが入っております。このネック指板のバインディングはやや、特にこっち側なんか分かりやすいかなとは思うんですが、フレームメイプルというか木が入ったメイプルが使用されております。そしてヘッドはスロッテッドヘッド仕様ですね。はい、非常にペグもおそらくクラシックギター用のペグなんでしょうかね。雰囲気がとてもクラシックギターらしい、ね、古林さんはそのクラシックギターを作られている方に指示をしていらした方なので、その雰囲気が非常に出ているのではないかなと思います。コンサートサイズなんですけども、あらかじめロージー弦が貼られています。
ースに計らんだっていう構成もあって、一音一音がとても芯のあるはっきりとした出音に感じられますね。サスティーンも非常に長いですし、でこのボディでトップとバックどちらもなんですけど、ややこうアーチがかかっている構造になっているためなのかわからないんですけど、非常に深みのある音に感じられます。弾いていてもこう箱の振動を体で非常に感じますし、前にこう音が飛んでいってる、そんな印象を受けますね。はい、こちらは古林の NC04UK コンサートサイズスプルーストップにサイドバックはからんだという大変貴重な一本になっております。そして特徴的な装飾類ですね。花と花が、そして指板にはハイビスカス、このような美しい一本になっていますので、気になる方はぜひお問い合わせをお待ちしております。それではタンタンでした。